第107回、平成30年度、看護師国家試験、午後、1から21、出直し看護塾、敵、回答と、解説。解説員、出直し看護塾、青柳智和。お断り、国家試験の勉強を通じて、臨床をイメージできるような解説を、心がけています。故に、臨床と関連の薄いところは、説明も薄く、関連の深いところは濃く、解説します。また、回答は厚生労働省の、発表した回答を利用していますので、解説はともかく回答に、間違いは、ございません。平成30年度、午後1、世界保健機関、WHO、が、定義する健康について正しいのはどれか。1、単に病気や虚弱のない状態である。2、国家に頼らず個人の、努力で獲得するものである。3、肉体的、精神的及び社会的に、満たされた状態である。4、経済的もしくは社会的な条件で、差別が生じるものである。それでは回答です。正解、3、解説、この説問もたまに、見ますね。3の通りです。平成30年度、午後2、健康日本21、第2次、で、平成34年度、2022年度、の、目標として示されている1日あたりの、食塩摂取量はどれか。1、5g。2、8g。3、11g。4、14g。それでは回答です。正解、2。解説、5g だと少ないというか、美味しくないですね。心不全や腎不全でも 6g です。現代日本人は 11g 程度摂取していますので、8g を、目標としています。抗塩分食は、高血圧、心臓病、胃がんなどに関連があります。平成30年度、午後3、大気汚染物質の二酸化硫黄、SO2 について、正しいのはどれか。1、発がん性がある。2、腎肺を引き起こす。3、酸性油の原因物質である。4、不完全燃焼によって、発生する。それでは回答です。正解、3、解説、化石燃料の、使用により大気に二酸化硫黄が、溶け込み、酸性油の原因となりますね。発がん性はダイオキシンなど、腎肺を引き起こすのは、粉チリなど、不完全燃焼で発生するのは、一酸化炭素などですね。平成30年度、午後4、仕事と生活の調和、ワーク、ライフ、バランス、憲章が、策定された年はどれか。1、1947年。2、1967年。3、1987年。4、2007年。それでは回答です。正解、4、解説、ワーク・ライフ・バランスに、日本語があったんですね。笑い、これは、2007年のようですが不適切問題となったようです。まあ、確かにそんな昔から使われていた言葉ではないと思いますが、そもそも看護師国家試験にふさわしい問題ではないと思います。出題担当の方は責任感を持って問題を作ってほしいところです。毎年毎年不適切問題を出してるようですが、平成30年度、午後5、倫理原則の正義はどれか。1、約束を守る。2、害を回避する。3、自己決定を尊重する。4、公平な資源の配分を行う。それでは回答です。正解、4、解説、これも不適切問題のようです。いい加減にしてほしいですね。正義は個人によって異なります。押し付けてくる時点でそれは正義ではありません。例えば見方が異なれば正義にも悪にもなり得ますね。平成30年度、午後6、スピリチュアルな苦痛は、どれか。1、手術後の送別がある。2、社会的役割を遂行できない。3、治療の副作用に、心配がある。4、人生の価値を見失い苦悩する。それでは回答です。正解、4、解説。何とも微妙な問題です。人生の価値を見失い苦悩するが、正解のようです。確かに手術後の送別は違う。治療の副作用の心配も、違うことは判断できますが、社会的な役割を遂行できないことと、人生の価値を見失うことは似ているような気は、しますね。気を取り直して前に進んでいきましょう。平成30年度、午後7、更年期の女性で増加するのはどれか。1、卵胞刺激ホルモン、FSH。2、テストステロン。3、プロラクチン。4、エストロゲン。それでは回答です。正解。1、解説、更年期は卵巣機能の低下によりエストロゲン、つまり女性ホルモンが減少し、ネガティブフィードバックにより卵胞刺激ホルモンが増加します。内分泌は複雑ですのでしっかりと時間をとって学習しましょう。何らかのホルモン関連の問題は必ず出題されます。それも複数出題されますので、点数は取りやすい分野とも言えます。また、臨床に出てからも疾患の理解や薬の理解に直結します。学生時代に基礎を作っておきましょう。平成30年度、午後8、平成25年、2013年の国民生活基礎調査で、要介護者から見た主な介護者の族柄で割合が最も多いのはどれか。1、同居の父母。2、別居の家族。3、同居の配偶者。4、同居の子の配偶者。それでは回答です。正解、3、解説、主な介護者ですから家族となりますし、要介護者は高齢者が多いので同居の配偶者となりますね。いわゆる老の間介護というものです。平成30年度、午後9、訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。1、医師。2、看護師。3、介護福祉士。4、理学療法士。それでは回答です。正解、2、解説、
訪問看護ステーションですので、看護師を選ぶことは難しくありませんが、悩んで医師を選択してしまいかねませんね。落ち着いていきましょう。平成30年度、午後10、股関節の運動を図に示す。内転はどれか。それでは回答です。正解、3、解説、3が内転です。屈曲、背屈、内転、外転、内旋、外旋は必ず覚えておきましょう。例えば、大腿骨頸部骨折の、術後は、外転防止枕を使用します。患者さんには、屈曲内転外旋を、起こさないように指導します。この言葉の意味がわからないと、業務に使用を、いたします。仕事ができるということは、最低限了解用語を、理解しておくことです。この設問は重要です。平成30年度、午後11、市の3条項に基づいて、観察するのはどれか。1、腹壁反射。2、腹層反射。3、対抗反射。4、深部腱反射。それでは回答です。正解、3、解説、市の3条項は、心停止、呼吸停止、瞳孔散大及び対抗反射の、消失です。死亡確認は、これらの兆候を確認します。死亡しているように見えることと、死亡していることは随分違います。看護師が死亡診断することはありませんが、在宅では行うことがあります。医師が死亡診断するまでは、蘇生を中止してはいけません。特に低体温、特に小児の場合には下肢の、可能性がありますので要注意です。また、脳死判定にしても合わせて、学習しておきましょう。出題される可能性があります。平成30年度、午後12、潰瘍性大腸炎によって、生じるのはどれか。1、心室性下痢。2、分泌性下痢。3、脂肪性下痢。4、浸透圧性性下痢。それでは回答です。正解、1、解説、難しいですね。心室性下痢のようですが、必修問題としては妥当ではないという判断がされています。出題前にチェックできないものでしょうかね。平成30年度、午後13、典型的なうつ病の症状はどれか。1、幻聴。2、感情失禁。3、理由のない爽快感。4、興味と喜びの喪失。それでは回答です。正解、4、解説、うつ病は、抑うつ状態になりますので、4の興味と喜びの喪失が、正解ですね。うつ病と統合失調症は別な疾患ですので、分けて覚えましょう。平成30年度、午後14、母体から胎児への感染はどれか。1、水平感染。2、垂直感染。3、接触感染。4、飛沫感染。それでは回答です。正解、2、解説、垂直感染ですね。胎盤から感染する経胎盤感染、産道から感染する経産道感染、母乳で感染する母乳感染があります。垂直感染以外のヒトヒト感染を、水平感染と言います。まあ、水平と垂直ですので分かりやすい例えなのかもしれません。接触感染は人や動物等に、触れることで感染したものです。飛沫感染は、患者の気道から排出したものを、吸入することで感染したもの、空気感染は空気中の、微生物を吸入したものです。感染経路も重要ですので、再確認していきましょう。臨床的にも重要です。平成30年度、午後15、出血傾向を考慮し手術前に、投与の中止を検討するのはどれか。1、アドレナリン。2、テオフィリン。3、ワルファリン。4、バンコマイシン。それでは回答です。正解、3、解説、アドレアリンは交感神経を、刺激する薬剤、カテコラミンですね。テオフィリンは基酸菌誘導体という主に、喘息の患者さんが、適応となる薬剤です。バンコマイシンはグリコペプチド系の、抗菌薬で MRSA、メキシリン耐性黄色、ブドウ球菌、に対して、選択されることのある、薬剤です。ワルファリンは、内服の抗凝固薬です。代表的な蛍光抗凝固薬ですので、試験には品質されます。例えばビタミン系で拮抗されるために、納豆が食べられなくなること、脳出血や消化管出血など、出血傾向には注意を、しなければいけないこと、妊婦に使用すると、再帰系が認められることなどいろいろな切り口で、出題されます。臨床的には、近年点 A 阻害薬というものが、出てきて、ワルファリン以外の抗凝固薬を、使用することも多くなってきましたが、それでも重要な薬です。必ず押さえておきましょう。平成30年度、午後16、インドメタシン内服薬の、禁忌はどれか。1、痛風。2、膀胱炎。3、消化性潰瘍。4、関節リウマチ。それでは回答です。正解、3、解説、インドメタシンは、非ステロイド系の消炎鎮痛薬です。臨床的には、NSAIDS、と、言ったりします。ステロイドつまり副腎皮質ホルモンではないタイプの、消炎鎮痛薬で臨床的には、非常に多く使われています。特徴は、基本的に胃粘膜の保護が、障害されるために効率で、消化性潰瘍を合併します。特に、高齢者は、よって、消化性潰瘍の患者さんには、使えません。臨床を経験するとそれほど、難しく感じませんが、学生の皆さんには難しく、感じる問題かもしれませんね。平成30年度、午後17、ファウラー胃で食事をとるときの、姿勢で誤嚥を予防するのはどれか。1、頸部側屈胃。2、頸部前屈胃。3、頸部後屈胃。4、頸部回旋胃。それでは回答です。正解、2、解説、午前中にも胃管の、挿入で似たような問題がありましたね。私も診療看護師の認定試験の際、なぜか午前と午後に全く同じ問題が出題されるという不思議な現象を経験したことがあります。
お昼の休憩の時に、間違ったことに気がついたのですが、さすがに午後には出ないと思うわけですから復習しなかったらまさかの、再出題で2問失ったのは、内緒です。さて、警部の前屈、簡単に言えばうなずくように、飲み込めばご縁は、しにくいですね。平成30年度、午後18、男性に導入を行う際、カテーテル挿入を開始する時の腹壁に、対する挿入角度で最も、適切なのはどれか。1、30から40度。2、80から90度。3、120から130度。4、160から170度。それでは回答です。正解。2、解説、男性の尿道は、16から20センチメートルと、長く、また前立腺肥大などがあると、入りにくいことがあります。最も抵抗のない角度が、80から90度です。入りにくい症例もありますので、正確な主義は覚えておきましょう。平成30年度、午後19、標準予防策、スタンダードプリコーションにおいて、損傷や感染のない患者への、援助で使い捨て手袋が、必要なのはどれか。1、主浴。2、洗髪。3、口腔ケア。4、心理交換。それでは回答です。正解。3、解説、粘液は感染源です。そう考えると選択肢の、中で唯一粘液に触れるのは、口腔ケアですね。この問題は回答しやすいかと、思います。取りこぼしなくいきましょう。平成30年度、午後20、モルヒネの副作用、有害事象、はどれか。1、出血。2、便秘。3、高血圧。4、粘膜障害。それでは回答です。正解。2、解説、モルヒネは、鎮痛、鎮静、鎮剤作用を持つ麻薬です。便秘や吐き気、効果、眠気や呼吸抑制などの副作用があります。取り扱いや保管方法、法律などもよく出題されますので、合わせて復習しておきましょう。